こんにちは。小さな会社の動画作りをサポートしております株式会社コラボズの江川です。また3府県緊急事態宣言要請というのを国に出しましたね。おそらくこの数日以内に決まるんだろうと思うんですけど、そうなってくるとやっぱりこうお酒を飲むようなところもそうですし、人が集まるとか、まあ、お客様と接するというところに時短とかいろんなものが今まあ出てきてですね、いろんな部分でこうしんどい部分があります。かといってコロナを悔やむとか、そういうようなことをしてても全然生産性も上がらないので、こんな時だからこそできることっていうのをね、いろいろとこう提案していきたいなというふうに思います。で、それがですね、次の動画でお伝えしたいと思いますので、楽しみにご覧になってみてください。レッツ動画。